はい、フルートの部屋です。パンフルートの音色、なかなかいいですよね。まあ僕はね、この YDS-150 はこのね、パンフルートの音色がいいなというのがね、まあ一つの、動機だったんですね。まあサックスもまあいいんだけど、パンフルートがねいいなと思ったんですよ。それで欲しいなっていうのもあったんですよね。これはね、まあ、もちろん下からね上までサックスが出せる音が揃ってるわけですよ。ところがどっこい、この本当に僕が持ってるリアルの本物のパンフルート、これはね、まあ2オクターブないんですよね。だからね、今吹いたね、YDS で吹いたのはこれでは吹けないんですよ。この下の方が足りないんですよ。だから1オクターブ上げて吹くことはできるんだけど、そうするとね、このコンドルは飛んでいくはね、どうもね、重みがない。これではね、吹いてもね、ちょっと物足りないんですよ。まあ、1オクターブ上げて吹いてみるとこんな感じ。重みがないですよね、やっぱね、1オクターブ上げると。で、あとこのね、この辺っていうのはもう管が短いから、管がすごく短いんですよ。だからね、あの音圧がないんですよね。もうかすれ音しか出ない。だ実質的に使えるようなものではないなぁと。まあもちろんこの技術の高い人は別だけど、僕はね、こんな短くなった管をきれいに鳴らす技量がない。やっぱこのこっちの方、こっちの方で吹きたい。これはね、まあ、初心者用ということで、まあ、作ってもらったんだけど、まあ、本物が欲しくなったんですよね。こっちまでガッとあるやつがあるんですよ。それはね、10万以上するんですよね。14、5万するのかな。これでだって6万円だったんですもん。こっちの方の、こっちまでこの低い方が揃ってるやつ、まあ見た目もかっこいいしね、それが欲しくなったよね。まあ音色的にはね、やっぱこの本物がね、絶対いいに決まってるんですよ。こうやってしてってね、こうブルーっていうのがね、 YDS ではデジタルではできないんでね、やっぱりこの生のパンフルートの、まあ、持ち味ですよね、この辺はね。